どうもこんにちは。今回はね、自分が飼育しているトカゲの食事シーンを撮ってみました。でこの子はね、宝石カナヘビですね。この子の餌はね、基本的に昆虫ですね。とりあえずカルシウムをね、添加したジャイアントミネラムとね、あと適当な餌昆虫ですね。いやね、この子はね、何気に飼育してからもう2年ぐらい経ってんじゃないですかね。もういちいち数えてないんですけどね。で体長大体40センチ程度です。でね、フトゴヒゲトカゲみたいな大きさになるかなと思ったんですけど、思ったよりちっちゃかったですね。おそらくこの子はメス個体なんですよね。オスはね、頭でっかちになって色が鮮やかになるんですけど、この子はね、灰色なんで、ね、あんま派手じゃないんで、おそらくメスかと思います。だったらね、オス飼って繁殖させてみるのもありかなと思うんですよね。自分はまだね、爬虫類の繁殖はしたことないんで、ちょっとね、いや、一種類で繁殖させてみたいんですよね。まあ、ちなみに今はね、一番ハマってるね、生き物は何かというと、まあ、昆虫ではない虫ですね。要は、クモとかムカイとかサソリとか。でね、今ね、とりあえず、統合スターバーストとね、コバルトブルーの繁殖にチャレンジ中ですね。いや、繁殖できたらね、嬉しいんですけどね。やっぱね、最終的にはその、販売できるぐらいまで、その実力的なものを身につけたいですね。ね、この子はね、ヒョウモントカゲモドキのスーパーマックスの方かな。ね、今日はちょっとね、食欲がないみたいです。で、この子はメスなんですよね。丸っこくて可愛いです。でね、この子はね、モルフね、なんとかかんとかアルビノなんとかかんとかストライプとかなんかよくわかんない名前でしたね。もう覚えてません。まあ別にモルフなんてね、どうでもいいんだけどね、飼うだけだったら。ね、この子はディアブルブランコですね。ディアブルブランコはね、視力がめちゃくちゃ悪いですね。餌食べさせるまでね、2分ぐらいかかりました。この子はね、ウォータードラゴンですね。やっぱね、こういう感じのトカゲはね、その舌を出して食べるのが可愛いですよね。この子はサバンナモイヤのペロ君です。今日はね、ちょっと食欲ないですね。なんかお腹パンパンだからね、食べたくないんですかね。めっちゃうざそうな顔してますね。